買ったんだけど、その前にね、すぐはもうすぐはお見せしませんよ。10年ぐらい前から多分写真とかってなんか広がったから、茶色いじゃんこれ、茶色くなってんの、茶色が出てきちゃうのね。別に黒はさ、ずっと黒でいろよみたいなさだからお前どっちだって話したんだけど、これはなんかそう、前もちょっと紹介したんだけど、レッドウィングさんが最近作ってる原稿でやってるんだけど、これだからもう写真狙いなわけよ。これを今に言う、だってどう見ても無色白みたいな、これ茶色じゃんね、茶色じゃんね。そうだから、これハゲてきたらさ、これもう茶色になってるわけね。これも好きなんだけどさ、だったら別に茶色変えって変えようと。で茶色、これ茶色なんだけど、でこれも買ったんだけど、最近買ったんだけど、これ本当面白くて、履くじゃんこうやって。これ新しいんだけど、これシャフトの太さとかあって結構細いわけ、これなんか失敗したなと思って、脱ぎ着しにくいわけこれ。でもすごい好き。これはなんかジュリアンって言って、両国のジャンキーっていう古着屋さんで買ったんだけど、履いてたら多分もう履け、もう履けば履いちゃう。今下ろしてんだけど、ほとんどこれすごいね、茶色で、だからもう茶身言うから、最初から茶色いやつを履けばいいじゃんってことで茶色い買ったんだけど、これってもうシャフトが細くて、これでこんな感じなわけよでも多分履いてたら馴染んできていい感じになると思うわけで、これのいいとこって、これと同じ感じですごい、なんていうの、シンプルでしょ、こう底とかも大げさじゃなくて、だからすごい気に入ってばいいんだけど、これもう履いたら脱ぐのちょっと大変だなと思ってもう本当にこう、もうあーって感じで、でほら一回脱いだらもう こんなになっちゃったもん今、ほらもうね、まあいいんだけど、そう、でもこれ昔のソール使ってるのはキャットポーって言って、多分昔のヴィンテージのこのこつけて作ってるんだけど、ちょっとねこのシャフトだけど、このキーストーンはこうでしょ、はい入って、しかも簡単に、ほら脱げるわけ、こうでしょ、はい入って、しかも簡単に、ほら脱げるわけ。だからこのシャフトの感じ、それって店でテンション上がってると、履いた時にだって、あいいですねっつって履くじゃないですか。あで鏡見るじゃん、あなんかお超いいって思って、あ買い物ってなるわけじゃないですか。わかんないのが家に帰ってきて、でその時は丁寧にこう脱いでんだね、こう店だから丁寧に脱いで、で家に帰って履くと、あれすげえ脱ぎにくい。だからシャフトのこのきつさをちょっとね考えて買ってほしいですね、エンジニア買う方は。店だとなんか店の雰囲気にこう飲まれちゃって、そこまで気回んないわけ。履いた瞬間にいいと思ったらもうなんかで、店の人もほら上手じゃないですか売るのはもう今後はこれはもう入ってきませんとか大体そう言われるじゃんそうするとあもう買い回すみたいになっちゃうじゃん。でもこれは履けば多分すごいこうなんか馴染んでくるんで、もともとってでもねそのぐらいがっちりしてた方がいいっていう人もいるし、だから全然後悔はしてないんだけど、ガンガン履いてって脱ぎやすく したいなと思ってるのね。これ本当に脱ぎ着しにくくて、まあこれだから茶身じゃなくて茶色、もう茶身って言うから、なんかそうだから、このそうキーストーンっていうのがねすごい今僕一番好きで、この経年変化あんまりありませんみたいな、どこまでも黒ですよっていう。そうだよね、だって最初黒いのが好きで黒買ってんだから、最後まで黒でいろよみたいなことなんだけど、でこんなのでもさ27年も経ってるっていうのがびっくりするんだけど、僕としては普通に売ってたからね、レッドウィングとかね。だから27年前って僕いくつ、18歳の時には持ってないわ、最初にこれが22、3ぐらいだから、これに近いようなやつを買ってたんだよね。そう22、3ぐらいかな、最初にあのエンジニアブーツ買ったの、これに近いような、この後のモデルかな。27年も経ってる。これがねでもねかっこいいわけよ、やっぱり茶身って言われて、オーラあるでしょ、なんか あとそうだから、ここに鉄が入ってるのと入ってないのがあるんだけど、これは入ってないの、これは入ってんだけど、わざわざねこれね、何リラストとかでなんかこう取って鉄を取る人もいる。さっきからなんか僕写真の文句言ってるみたいなんですけど、そうではないんですよ、これ好きですからやっぱり。だけどさ、そんなのなんかさ、棚からボタン持ち的な感じじゃないですか。最初からだってさ、黒いのが剥げて茶色になるかっこよさを提供してたわけじゃないじゃないですか。たまたま誰か思ったんだろうね、色が抜けてきてなんか飴色っぽくなってるみたいな。
たいな、それを誰かが写真だって言ったんだろうね。まあこれはだからラフアウト、なんかこれ起毛になってる方だから 裏なんだよね。要するに皮を裏返して使ってるだけなんだけど、まあ厳密に言えばそれでこうちゃんとこう工程でこうなんていうの削ったりとかして毛羽立ててるらしいんですけど、これウエスコさん、こっちのウエスコはこれも本当余談なんだけど、これねカートのさ、この間アウトロウィーやった舞台のカートの館長にもらったの。館長さんが好きでこういうのが、これウエスコの同じブランド、ウエスコアメリカのもう代表するウエスコのブーツで、ウエスコさんが何周年かにやったモデルで、これいただいて結構いいでしょ。あの茶身茶身言うからちょっと茶色っぽいのを持ってきたわけよ。これ履けばいいじゃん別にね。これ結構足あってこうでしょ、可愛いでしょ、ポコッとしてバランスがいいですよねこういうのね。うん、これもまあカートの館長にもらうっていうのも面白いでしょ。館長がね。そうそうそう、まあ一体まあ全体何が言いたいんだかってことなんですけど、これだからエンジニアブーツ実はインスタで知ったのね。うん、見たいでしょどのブーツかね。でなんか散々ねやっぱりこのもうこれ一番気に入ってて、今これこのキーストンブーツが一番気に入ってて、でレッドウィングね、これ写真派、こいつは永遠に茶色だから写真派じゃないね、これ写真派じゃない、こいつも永遠に自分の色を保ち続けると思うわけよ。茶色としてね生きていくわけ、こいつも黒として生きていくわけ、写真なんかならないからこれね、もう絶対ね黒どう考えてもこれなんないよ、ずっとこの黒で位置づけるわけだ。こいつらはもう色としては正当な一生、多少は変わってくるかもしれないよ、うん、色は。でも絶対ハゲても茶色は出てこないの、絶対ハゲてもこれは黒は出てこないの、これも。だけどこいつらは経年変化したら黒なのに茶色になりやがるやつでしょ。圧倒的になんかもう写真の人気ブームがもう到来して、みんなすごい経年変化を楽しんでる世の中で、私はだから大好きなんだけど、もう一人の自分がでもそれってどうかなっていうね、常にほら疑問を持つことが大事じゃないですか人間っていうのは。なんかよく言うじゃないですか、当たり前なことを当たり前に思うなみたいな、そんな言葉がよぎるわけですよ。あら、当たり前として写真がいいと思ってるのがだんだん腹立たしくなってきて経年変化経年変化って違うよ、もともと黒で買ってんだから一生最後まで黒で居続けるこいつの方がすげえじゃねえかって思ってなんだけど、今1、2、3、4、4対2じゃないですか、4対2だからちょっとここに写真になる助っ人を用意しようと思ったわけですよ。私も鬼じゃないですからそんなね、写真2人でこっちが 4人で1人足そうってことで、写真のね、写真の鬼ですよこれ。これインスタで知ったの、もう何年も前からあるんですけど、これもねすごい行ってきたんだけど、店超マニアックで、クリンチブーツなんですよね、あれブラスさんがやってるシューズカンパニーハンドメイド、もうこれで好きだよね、なんかね、ハンドメイドねすごいね、ブーツ&シューズ、もうこのロゴかっこいいよね、クリンチ何なんだ。インスタでも調べまくって、あのインスタって自分が好きなやつが出てくるじゃないですか、なんか連動して、で僕のインスタのところってもうエンジニアブーツばっかなんでいいなと思ったのがここのブースなのね、見たいでしょどんなブーツかだから言っとくけど、こっちの部類だよ、黒だ、黒だけどいつか茶色になってしまうんだよこいつら。こっちのね集団が多いんで、こっちにもちょっと足さないといけない、見たいでしょ、行きますよ、じゃ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 ん、靴下もつけてくれてる、ほら、あほら靴下もどんなエンジニアブーツが出てくるのか、あーやばいねこれね、あー綺麗、見てほら美しいね、美しいね、僕好きなものってこう箱から取り出す瞬間にもうこのものがどれだけ自分が好きでいいものかっていうのは直感ですごい分かるんですよ。やばいねこれね、本当にまあ買う前にね見てんだけど、できたものは見てないのよ、これハンドメイドだから自分で言って作ってもらうの、これ受注ってやつですよ、やばいねこれ、やっば
これやばいね、この物超やばい、ほんとやばいとしか言葉が出てこない。やっべーな、これつくさ、もうさ、なんていうのかな、エンジニアブーツ知らない人でもさ、ちょっと綺麗じゃない。だってこう、ちょっと箱に乗っけるとこに綺麗でしょ、なんか。うわー、これかっこいいな、やばいな、ね、これいいね、これこれね、これでね、インスタでね、ちょっと検索してたらね、めちゃくちゃ何年書いた人、これ茶色くなっちゃうのよ抹茶じゃねえかっていうことで、だからこっちとはもう真逆な、本当にもう黒の原型とどめてねえじゃないかみたいな、とても気になったから購入したの。これ見て、こういうベルトついてんの。なぜかというと、さっきさ、ほらきつかったやつあったじゃん、これみたいに結構シャフトがきついんだと思うのよ。だから履くときに多分こう今履いてみるけど、こうやってこう履くのよ。シャフトがほらきついんだから、ちょっときついから、これを引っ張ってこう履く。あー、いいなー。だから決してこういうシャフトがきつくても履いてるうちにってことなんだろうね。こうやってかっこよくない、これ。しかもほら見て、緑になってるソールが。ほらこのソールなんか見たことない、なんかで、こういう、僕もね、すごい、まあ、マニアックなんだけど、ソールっていろんな貼り方があるから、ほらここは全然地の皮が出てるわけ。ほらこういうのは出てないじゃん、ここでここ切ってるわけよ。これはここまでベタッてベタッて貼ってないわけだ。ちょっと横から見ると女性のハイヒールっぽく見えるっていうか、ここのカットが分かる、ここのカットがこう出てるわけよ。ちょっとこうヒールっぽくなるっていうか、だから貼り方もこれなんかあんまり持ってなくて好き。いいね、これ。でここに釘ほら打ってたりとかして、でもこれはね、あえてね、なんか緑のソールがあったから緑のソールにしたの。なんかかっこよくないですか、これ。やべえ、これやべえなやべえしか出てこないこれこうやって開くんだよ、見て。こんな人いる？だいたいここに横にこれがついてるなんてないでしょ。こう開くんだ。ちょっと今日あんま下ろしたくないから、ちょっとね、立つのやめとこうかな満を持して下ろそう、これ。あーいいね、あーいいね、あーこれいいわ。やばいね、これ。これでバイクとか乗ったら傷ついちゃうから、もったいないなとかちょっと思っちゃう。でもこれは多分ガンガン行こう。皮がすごい、これなんかホースバットって言って、馬のお尻の方の皮使ってるらしくて、うん、ホースバットはないんじゃないかな。牛が大体多いし、まあね、だから こっちに写真が、写真と思われるものがこうちょっとこう加勢したというね。私はだからね、どっちも好きっていうことでねでもこれすごいブーツだ、いいブーツだわ。なんかね、ここなんていうのかな、なんかここにちょっと線入ってんの、なんかクリッピングとかいうのかな。なんか昔ながらのブーツは機械の工程でここになんかね、結構線がこう なぜか入ってるのが多くて、僕もそこまで詳しくないんだけど、だ昔ながらのなんか風合いが出てるの、なんかそのぐらいのやつをなんかこうオマージュしてるっていうか、そういうブーツなのかな。わあ、これいいわ、いい買い物したわこれ。いや、私のなんかこの写真ランキング、ブーツの写真ランキングをね、聞いていただきましたけどね。なんかね、あるよね、そういうね、自分のね、こだわりっていうか。とりあえずこの茶色を履こう、マジ。これを履いて、それからだな、これは。あ、この前にも、あともう一個あったかな。これの黒も買っちゃったんだ。はい、ということでね。いや、よかったですよ。ね、結構エンジニアブーツとかね、うん、ちょっとハードル高い方にはいろいろ参考になると嬉しいと思います。よろしく、チャンネル登録よろしく、バイバイ。今日もいっぱい遊んだね、楽しかったね。虹も出てるよ少しね、画面に。あ、どうも皆さん、ツイッターとインスタもやってますので、そちらの方もコメントよろしくお願いします。覗いてみてください。まあ、まずは YouTube チャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとう、バイバーイ。くーちゃん、あっち見て。あ、見た、すごいね、あなた。